さつきは北上せいやが視界から消えたとたんうわ盛大なため息をついた金属製のドアに背中を持たせかけ2時間にわたる打ち合わせで凝った肩を片手で揉むなんという嫌なやつであろうかさつきは最前までせいやの座っていた来客用のソファーに目を向ける くたびれた安物のソファーにはまだくっきりせいやの尻の形のくぼみが残っていた今の皐月にはそのくぼみさえおぞましいものに思えるスマホが鳴る皐月は重い足取りで自分のデスクに向かう液晶画面には「リカ子さん」と出ていたもう一つため息をついて <laughs> さつきは通話をタップする。来た、例の人。挨拶も前置きも何もなしに、莉華子が喋り出した。来ましたよ。ちょうど今帰ったとこです。うん、で。引き受けたんでしょう。もちろん。できれば断りたいんですけど。<laughs> 仕事。選べるご身分じゃないでしょ つきが上北沢駅からほど近い甲州街道に面した古い雑居ビルで便利や如月を始めてからもう6年がたつ草むしりから換気扇の掃除までインコ探しから浮気調査まで便利や如月の守備範囲は広い今回の仕事もその守備範囲の広さと業績の不振 を買われてかっこ見通されて持ち込まれたものだったでもさ別れさせ屋なわけでしょ要はこういう反社会的な恋は俺ちょっとでも犯罪じゃないよリカ子の声がびっしりサツキの言葉を遮ったリカ子はサツキの古い知り合いであり同業者である 同業者ではあるけれど彼女の会社には一つ特色があるそれは女性スタッフだけの便利屋という点だ女性だけというところに客が安心して仕事を依頼されることも多いだが時に女性では引き受けられない依頼が持ち込まれることもある例えば今回のケースのようなそんな時 りかこはさつきに話を振ってくるとにかくさつきくんを紹介した私のメンツを潰すようなことだけはしないで分かったさつきより10歳若い35のりかこは彼をさつきくんと呼びさつきは彼女をりかこさんと呼んでいる力関係が故障に多大な影響を及ぼす恒例と言えるだろう 最後の抵抗、とばかりさつきが沈黙していると電話の向こうから低い低い声が響いてきた「三百五十七万八千飛んで四円」<っ>「三百五十七万八千飛んで四円」<laughs>「仕事引き受けないんだったら耳をそろえて今すぐ返しな」 子の容赦ない言葉が続くさつきはめまいを感じデスクに手をついて体を支えるどうなの返せるの返せないの返せませんだったらこの仕事引き受けさせていただきます ようやく利伽は声を和らげ、こまごまとした注意を与え始めた。